ラブユーは7月、高文、み、作、三毛王、画のライトノベル作品。主英者、スーパーダッシュ文庫館。2009年3月25日にフロンティアワークスより、ドラマ CD が発売された。原作は2008年に出版された六巻を最後に、観光が途絶えている。舞台となるのは、東京都四季島市。人口100万人の大都市を舞台に悲鳴勇者ロザリーが、 大暴れをする。500万本の驚異的セールスを誇る国民的 RPG ドラゴンブレス3エテルナの姫勇者。ドラブレシリーズを溺愛する神田俊はそのゲームしながらふと主人公ロザリーが現実世界にいたらいいのにと考える。その次の瞬間、テレビ画面が閃光に包まれロザリーが本当に現実世界へ現れる。同時に 日本中のドラブレスリーから主人公、ロザリーの姿が消えゲームの続行が不可能になってしまう、怪現象が発生する。そして、現実世界でロザリーは勘違いから国会を襲撃したのをはじめ行く先々で騒ぎを起こすが、春は生徒会長、白金壁空から、このままだとゲーム世界と現実世界の双方が破滅してしまうと衝撃の事実を告げられる。 だがこの能力を持っているのは窓化だけではなかった。無給の財産教授者という組織が春と同じ能力を持ち、彼の力を狙って動き始めた。キャストはドラマ CD 版のもの。本作における敵対勢力。フロンティアワークス2009年3月25日発売 FCCN-0045。ありがとうございます。